紫色のクオリアは、上尾久光による SF ライトノベル。2009年7月に電撃文庫から刊行。当初は、綱島素人とのコラボレーション企画として、電撃文庫マガジン11月号像館に執筆された短編であり、そこに、中編、1、10億のキスと短編、イフを書き下ろして書籍化された。古今東西の SF 小説へのオマージュが盛り込まれ、 内容自体もワイドスクリーンバロック的な構造をとっている。とりわけ、1、10億のキスは高く評価されており、ダヴィンチや本の雑誌など、ライトノベルをあまり取り扱わない雑誌でも賞賛され、SF が読みたい。2010年度版国内編ランキングでは10位にランクインした。2010年秋より2013年10月号までコミック電撃だようにて、 津島四郎による漫画版が連載された。全三巻。第三巻には、上尾久光が書き下ろした箱の中の手紙が収録される。人間がロボットに見えるという少女火災ゆかり。彼女に舞い込んだのは、ある猟奇殺人事件。ゆかりの友人である波頭学も、その事件に舞い込まれていく。学ぶは、ある日、 腕に埋め込まれた携帯を通じて、平行世界にいる自分と交信できるようになる。一方、天才少女、アリス・フォイルは留学生として、ゆかりに接近し、天才を保護する組織、ジョーンとに勧誘するが、思わぬ悲劇が起こる。学ブは、平行世界を渡り、無限の思考を行って、ジョーンとに戦いを挑む。ゆかりを取り戻す。ただそれだけのために。新刊情報。 電撃文庫2009年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年8月22日閲覧エビー漫画版第1巻スペシャルコメントありがとうございます